なぜ8月は打てないの？大谷、結果。試合後の大谷の囲み取材、シャワーを浴びてすぐ、いつものように濡れ髪で登場した主役に、米メディアからは、打率1割台に低迷する8月の不振にまつわる質問が飛んだ。5問連続で何が理由で打ててないのかと聞かれ、大谷は持論を語った。構えている段階でいい未来があまり見えていない感じ、いい時が続いていかない、動きにラグが多い、打ったと思ったボールがちょっとのズレでコンタクトできていない。カージナルス戦の一発で日本選手初のメジャー全30球団から本塁打という記録を作ったが、常に一番のこだわりを見せる構えがしっくりこない。5問連続は草、めちゃくちゃ現地記者怒ってるやん。監督、チャンスで大振りするからだよ、そろそろ人の言うこと聞けばええのにな。実際ここで打たないと大型契約の意味がない。本塁打をとは言わないからランナーは返して、いないなら自分が塁に出ろ。二刀流やってるから後半戦疲れてるだけ、エンゼルスだからそもそもチャンスが少ないだけ、これ何だったの？1割は言われる、俺がもしドジャースファンなら大谷叩いてるわ。大型契約で名門球団に迎え入れられたわけやし、当然これくらい覚悟してるやろ。エンゼルスならこの成績でもチーム一番でいられたから不満も文句も出なかった。でもドジャースだと下位打線レベルで上位や DH に置く価値すら問題になる。ニューヨークの厳しいメディアやファンによる批判を受ける立場から逃げて正解だった。明らかにストッパーになってるからな。翔平さんが、大谷、意味のない質問だよ。打率はクソやけど OPS で見たら意外と良さそうやない。ワールドシリーズで活躍するために今は消費を抑えてるだけでは